小久保監督、現在試合以下枠62、8枠も空いてます。小久保監督は、現在、支配下、枠は62まで埋まっている、8あるんで、ベンチが必要と思った時点で返り咲けるチャンス、それは3桁の選手全員に言っているので鼻息荒く来てください、と語る。古川の意気込みは止まらない、今日できなかったことを見せられるように、何クソ根性で、支配下へ返り咲き、一軍で活躍するためにアピールを続ける。どうせ外国人途中で連れてくるんやろ。人的保障ごねどくおじさんの支配下なんか。このままだと落とすけど、どうするの面接官みたい。噂はバウアーが入るから6枠やん。3桁選手何人いるんでしたっけ？ 8 枠は随分空けたな。そんなたくさん戦力外にしとったっけ？ソフトバンクってナチュラルに育成選手差別してるよな。一軍で見守りが一番バッターやってるような球団の2軍以下なんてお釜のソフトボール集団だろ。育成も独自路線やから有望なやつマジでおらん。結局育成含めて有望な選手って誰なん？いまいち見えてこん。なんかブラックの幹部みたい。4軍まであるのになんで選手が育たないんだ。国木美で監督枠も開けてちょ。育成多すぎて名前覚えるのも大変やな。ソフトバンクファンでも全員言えないやろ。ご視聴ありがとうございました。